老人が君に言いました残りの寿命を買わせてよ50年を50億で買おう人生をやり直したいと起きて食って働いて寝て起きて働く毎日だそれなのに手放したくない理由を考えてみたよ体も痛くなるだろうし友達もいなくなるんだろうな恋愛もできなくなるようなその値段じゃ売れないな僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょ生きてるだけで丸儲けこれ以上何が欲しいというの老人が君に言いましたそれなら倍の100億だぞ奥さん子供もつけるから豪邸も仕事もつけるからさ50年が100億ならば年収2億の大富豪だでも好きな人は自分でさ見つけたいからいらないよ僕が生きてるこの時間は100億以上の価値があるでしょ生きてるだけで丸儲け何にでもなれる今がいいのどんな夢を描いてもいいどんな恋もしたっていい無限大な